わ、すげえ。いいのかなこれ。ああ無理なんだ。やっぱ無理だ。無理無理無理。やっぱそこ左折しようってのは無理だね。わでもわあ行く。行く人はいる。さあどうしようか。どう抜ければいいんだろう。これは。いや戻るしかねえってか。じゃあこれ行けねえな。うわこれきついかもしんな。ここ抜けるルートがねえよ。いやいやいやなかなか難しいですな。ここはちょっと一元さんの観光客にはハードル高いですね。あそこ抜けね、今左折さしようとしたところさ、俺にはちょっと無理だったな。行けるタイミングっていうのはあるんだろうけども、私はだからしっかり戻ります。戻ってもう一回再アタックします。違うルートで、でなんか道の駅があるんでそこ寄ります。今日の宿ですね。72号線に乗って戻る感じ、下る感じ、南下するっていうんですよね。行きましょう。なんか曲がってて次だな。あこれがさっき走りそびれたゴールドなんですな。あいわ右手多分足田川って読むんでしょうかね。いいですね。あこれですね。すげえ渋滞してる。これやっぱあっち抜けるすごいんだね。のマジスカッツぐらい渋滞してるよこれ。うわずっと渋滞だ。うわこれ通勤の場だ。気の毒だなこれ。うわあの交差点ちょっとね変則だもんね。なんか街っぽいのができました。わあすげえ。港かなで駐車場。あの分岐ですね。分岐ですね。こんなのね。何で行けばいいですね。福山市は読めね。山住町です。だよね、左だよね。なりでいいんだよね。あ、これ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 渡った後は黄色なんだこれね。面白いんだよ。あ、道の駅、あったんだけどさ、お風呂ちょっと待って、お風呂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 あれ、どうだっけ。この辺にお風呂あんだよな。あ、これかもしれない。さあ温泉
新勝寺、新勝寺温泉、昭和の湯ってとこですね。わあすげえな、このお寺もなんかすごい歴史のあるあれみたいですよ。華麗にスルーですけど、あ、これだ、道弥勒の里、なんか5時以降なんか割安になるとか書いてある。まあ慣れでいいんでしょうか。うわ、こっち、うわすげえ坂、鬼みてえな坂、半端ねえよこれ。こう来て、うわよくわかんねえ、こっちですか。なんかすごいことになってる、すごいことになってる。いやよくわかんねえや。どれのこと言ってんの。あ、昭和ね、あ、これだ。うわ、なんか意外と穴場スポットなんじゃないのこれ。ちょっと歯磨きたいね。歯磨きたいですね。そう行きましょう。どこからどう行けばいいんでしょうか。ああ、やっと温泉出る。これ結構穴場かもしれませんよ、これ。今日よいしょよいしょ、でどう行ってもいいでしょうか。え、嘘、現在休館中。嘘でしょ、なんか人少ねえなと思ったよ。嘘、ショックなんすけど。嘘でしょ、参ったね、どうしよう、書いてなかったぞ。待て、なんか少ねえなと思ったんだけど。温泉時間がいい、ショックなんだよ。最後に入ったやつだ、5年前とかだろうな、4年前か。やられたよ。わあ、これいい値段する。健康ランドとかだろうな。俺またあ10キロ、ドアを600円安い。例えば軽油、うわ結構離れてっしょ。いや今日諦めっか。いや失敗した。うわショックな。うわこっちで入ってくればよかったな。そしたら生姜の中身ない、ないものはないのさ。いや明日に持ち越しだ。いやそこで入ってくればよかった。黒計算とかで入っとけばよかったね。これ昭和の湯は3月20日で営業になりました。そうです。いつか田舎だからあちこちに温泉街とかあんのかなと思ったけど、完全な早とちりですね。全然なかったですな。そうだね、考えてみれば何々温泉とかあんま見ないですよね。温泉街ってあんまないというか、そうか、あんまり活火山的なものがあんまりこの辺りねえから温泉も湧かないんでしょうね。東北あたりの感覚で走ってると肩すかしだね、本当に。東北あたりだと本当にさ、どっか走れば温泉にぶち当たるみたいな感じじゃないですか。あんまり困った記憶はないんだけど、この辺りは本当になかなかないですね、温泉はね。あ、これですか。あ、なかなかいいかもしれないです。今回はいいかもしれないです。なかなかいいですね。ああ、よかった。
ハローですか？バローズ。ハローズでお買い物して、沼並店。道の駅、行きます。あ、なんか、うわー、なんか、ここでもよかったかもしれない。うわ、台湾料理。うわ、失敗した、これ。今とかよかったかもしれないね。スタンドも目の前だし、ルミニも近いし、まあ、よしとしましょう。よしとしましょう。どうなの？俺が行っちゃっていいの？お酒飲まして、まあ疲れた。よいしょ。道の駅アリスト沼熊。広島県ですか。お、びっくりした。あ、疲れた。いや、風呂入れなかったの、ショックだ。まさか閉館してると思わなかったもん。そんな感じで明日尾道で入りましょうね、お風呂。飯食って酒飲んで寝ます。なんかすごいんですけど、このお弁当、ハローズで買ったお弁当、明太のり弁、めちゃめちゃいいです。カツ、これ、うん、西の方は薄味だって聞いてたけど、結構しょっぱいでしょ。いや